どうもしゅんです。こんにちは。今回はセレブリックスという会社の新卒2年目の菊池さんという方を取材させていただきます。新しいオフィスであったりとか、セレブリックスってどういう会社なのかであったり、働き方を皆さんにお伝えできたらなっていうふうに思っております。おはようございます。セレブリックスの菊池優雅と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも何時ぐらいに出社されるんですか？大体9時半にオフィス着くぐらいですかね、うん、基本は在宅なので週1とか。菊池さんの普段の業務はどういったことをされてるんですか？主にコンサルティング案件のプロジェクトに入っていて、お客さんの新規事業の立ち上げのお手伝いだったりとか、あとは営業組織を作るっていう時のお手伝いとかをやってます今からお客さんと週次定例をオンラインで行います。今回ですと報告会が近いので、その報告会に向けたお話とか、そういったところを毎週行っています。高橋と私の2名でお知らせできればと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。菊池さんが今あの会議中ということで、この合間を縫ってセレブリックスの新卒採用チームのお二人にオフィスを案内していただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。セレブリックスの新卒採用担当の川村真由と申します。よろしくお願いします。同じく新卒採用担当の岡部彩と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごいな、めっちゃガラス張りなんですね。もう丸見えです。丸見え。すごい。ここはセミナールームです。社員が好きなプログラムを取るような研修を行われているんですけど、はい、そこの会場に使ったりとか、あと新卒の会社説明会とかにも使えたらなっていうふうに思ってます。いいですね、はい、50人は全然入るかなっていう感じです。ここが会議室っていうことで、全体的に広々されてますよね。そうですね、確かに。会議室にソファーないですもん、普通。ソファーというかベンチ。東京ビッグサイトの目の前なんですね。そうです、そうです。これがまさに東京ビッグサイト。広々としてるし、その周りもそこまでビルがいっぱいあるってわけでもないですね。高いビルがないかもしれないです、うん、ちなみに川村さんはここでよく作業されるんですか？そうですね、一人で集中したい時とかはここでやることが多いかもしれないです。ここから東京ビッグサイトの人を見たり、うんうん、気分転換で窓の外を眺めたりしてます。ということで、こちらが普段皆さんがお仕事されるスペースということですか？はい。広いですね。社長室とかもないので、社長が来たらこの辺で。そうなんですね。あ、じゃあなんか決まった席があるっていうわけではなくて、働きたい場所で働くっていう感じなんですね。はい。割と出社率が高い管理部とか、うんうん、本社機能の人たちだけは席固定になってるんですけど、営業の部署とかは基本フリーアドレス。こちらがカフェスペースということで、交流が生まれやすそうな作りだなって思いました。そうですね、誰がどこにいるのか分かりやすいので、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。ちなみに続いての予定ってどういったことをされるんですか？一旦今のミーティングの内容をまとめながら作業に入ります。その後午後1でまたコンサルの全体のミーティングがあるので、そっちに入っていく感じです、うん、菊池さんがセレブリックスに入社した理由って何ですか？ AI に淘汰されない仕事がこの会社であれば学べるかなっていうところがあって、もっと前から AI とか人工知能とかってあったと思うんですけど、それがこういよいよ人の仕事を奪い始めるみたいな時とか、人の力が介在して生きていくような仕事っていうところでこの会社を選びました。他の会社さんも受けられたんですか？他の会社も受けてて、僕体育会だったので基本的には営業職を受けてましたね。同じ会社の方と、はい、例えばズーム飲み会とか、はい、ご飯とかってあったりするんですか？今の状況になってからはオンライン飲み会みたいなのはちょこちょこありましたし、うん、なる前とかは結構仕事終わりにご飯行ったりとか、うん、レンタカー借りてドライブ行ったりとか、なんかそういうのは結構会社の人とかとやってます。この動画を視聴していただいてる方は就活生とか大学生の方が多いんですけど、はい、仕事をする上でアドバイスとかがあったら教えていただきたいです。企業選びのところでいくと、大手か中小ベンチャーか、多分この2軸に分かれると思うんですけど、自分がこうどうなりたいのか、どう実現したいのかっていうのがどっちにあるのかで決めると良いのかなって思います。ちなみに菊池さんの場合はどうなりたかったんですか？
僕は年功序列とかそういうのがあまり好きではなかったので、圧倒的な結果を出してこうすぐにいろんな仕事を任せてもらえるようになりたかったって感じですね。入社前後のギャップとかってなかったですか？本当になくて、結局はその置かれた環境でどうするか次第だと思ってるので、その点でギャップはなかったなって思います。皆さん、菊池さんとはどういったご関係なんですか？内定者時代のメンターです。先輩なんですね。うん、新卒の先輩。いや、なに先輩やん。先輩菊池さん以外は新卒採用チームっていう感じですか？はい、はい、そうです。みんな先輩です。セレブリックスに入社されて何年目とかってお聞きしてもいいですか？4年目3ヶ月目です。中途入社で、はい、去年の10月に入りました。私、8年目です。あ、見えない。見えない、見えない、いい意味で。あ、とってもいい意味。菊池さんって普段どういった方なんですか？優雅が視点が結構面白くて、考える力が非常に高いなと思うと、うん、相手の思考、感情、考えの一歩先を行くコミュニケーションを取ってくる、結構いいやつですね、素直で。セレブリックスってこういうことをやってるっていうのを、うん、北川さん的にお話しいただいてもよろしいですか？僕たちが一貫してやっていることは、僕らのクライアントのですね、事業が発展させるために必要な課題を解決する、そういうソリューションを提供していると。北川さん考えるセレブリックスの良さって何ですか？第筆頭候補として人なんですけど、それ以外で言うとやっぱりまず環境としてものを言える場がある。もう一つは社内で、チャンスをつかみやすい、うん、君は何がしたいのかっていうことを、常々言う場があるので、それを形にする機会が多いっていうのがうちの会社の良さの一つかなというふうに思ってます、ね。うん、どういった人と一緒に働きたいかっていうところをお聞きしてもよろしいですか？はい、将来何がやりたいっていうことが固まってなくて全然結構です。一番大事にしているのは自分の感情とか自分の考えとか、これを自分の言葉で語れるかどうか、でその語った言葉が人をワクワクさせるかドキドキさせるかみたいなことをすごく面接で見ているようにしていまして、うん、そういう人を求めてますね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ始めましょうかね。お疲れ様です。お疲れ様です。どういったお話されてたんですか？今はコンサルの周知定例みたいな形で今の進捗とか、あとは全体の周知事項とか共有する時間ですね、うん、なんかボックスいっぱいありますよね。電話ボックスなんですけど、オンライン会議する時とかにこの中に入ってやるみたいな、そういう使い方をします。じゃあ閉めます。2人で入るとこじゃないですね、ここは一人用なんですけどめっちゃ近いです。菊池優雅と言います。よろしくお願いします。コロナの状況もあってなかなかこう先が見えない状況ではあると思うんですけれども、なんかその中のこう判断材料の一つになるよう なんかそんなお時間にできたらなと思っておりますので、今日はよろしくお願いします。2人が普段仕事をされている中で心がけていることとか気をつけていることがあれば教えていただきたいです。僕らの仕事の内容的に僕らのクライアントがあって、クライアントのお客さんがあってっていう状況があるので、そのクライアントのお客さんのところまでしっかりと考えるっていうのはどんな業務をするにおいても考えているかなっていうところですね。はい、引き続きよろしくお願いします。失礼いたします。お待たせしました。いえいえ、お疲れ様です。いえいえ。どうでした？もっと細かいところ調整していくっていう感じで終わりました。次はどういったことをされるんですか？報告会の準備とか、なんかそのあたりを上司とやっていきたいなと思っています。思い切って舵切るでもいいと思いますけど、現実そうじゃないじゃないですかって話をしてて、お二人は菊池さんとはどういったご関係なんですか？同じプロジェクトで彼がメンバーで私がリーダーで、そのさらに上っていう、そんな感じです。普段の菊池さんってどういった方ですかね？優秀なんですかね？優秀なんでしょうね。優秀なんでしょうね、はい。今後菊池さんに対して期待することとかってあればお願いします。コンサルティング事業部の中でこう若手コンサルタント筆頭みたいな、そういう扱いに自他ともになってたりもして、それを堂々と胸張ってその街道をまっしぐら歩いてほしいなみたいなのはおそらく同じなんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、どう？ちょうど同じこと言おうと思ってちょうど言ったり、クライアントからもきっと我々以上に信頼勝ち得てるなと思うので、
ので、そのフェーズに来てるのかなっていうのはちょっと思いますね。失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあね、はい、またご連絡します。はい、お疲れ様です。行ってて。はい、一日密着させていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日一日振り返って、お仕事の感想とかもお伺いしてもよろしいですか。この動画の趣旨でもある、採用というところで22卒の学生の子たちとの座談会っていうのが今日あったので、学生の方にこう伝えたいメッセージを考えて話している中でも、なんか自分の頭の中の整理とか、なんかそういったのができた、すごくいい機会だったのかなと思います、うん、今日は長い間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。